日本三重県南西戸橋坂手島坂手島は三重県鳥橋の沖600メートルの伊勢湾,湾港に位置する島である。地元では坂手を坂手とも呼ぶ。一島の住所表記は鳥橋坂手町である。2011年12月31日現在の住民基本台帳による人口は250人、世帯数は196世帯である。人口密度は 日本の離島で第6位である。本港では本島にかつて存在した坂手村についても記す。鳥羽市北部、鳥羽本土から約600メートルほど沖合の鳥羽湾に位置し、東を関東、南を安楽島、西を鳥羽市街、北を東市島に囲まれている。平地はほとんどなく、島全体が一つの小山のようになっている。沿岸部は、 海岸侵食によりがけとなっているところが多く、南側のわずかな平地と斜面に民家が集中している。島の面積は0.51平方キロメートルで、戸橋の友人4離島中最も小さい。住所上の戸橋坂手町は、坂手島の他に西岸島を含む、公立の小中学校に通学する場合、以下の学校に通う。1947年の学生改革により、 坂手中学校が設置されたが、1948年6月に、本土側の鳥羽中学校に統合され、さらに、鳥羽中学校が1979年統合され、鳥羽東中学校となった。1875年12月開校の坂手小学校は2009年4月1日に休校し、2012年3月31日に、正式に廃校となった。 校舎そのものは現存しており、校庭から賭場湾を眺めることができる。有線・無線による情報通信環境は整備されており、固定電話、携帯電話、テレビラジオは本土と同じ水準で利用でき、ケーブルテレビに加入すれば、ブロードバンドインターネット接続が可能である。ケーブルテレビ放送は、賭場本土から約1年遅れの2003年3月に開始した。 上水道は、賭場本土からの海底送水を受けている。上水道の開通は1966年12月21日である。下水道はなく、各家庭の浄化層で処理するが、生活排水の多くがそのまま海に放流されている。医療機関は、賭場市立坂手診療所があり、一人の医師が常勤する。診療所で対応できない休館は、漁船で本土に搬送し、 ドクターヘリの運用も行われている。南側から見た、坂手島2015年の国勢調査による15歳以上の就業者数は109人で、第1次産業が8人、第2次産業が35人、第3次産業が66人となっており、産業別では、多い順に製造業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉、漁業、 サービス業、他に分類されないものの順になる。これは、本土側の通勤者が多いためである。2014年の経済センサスによると、坂手町の全事業所数は21事業所、従業者数は44人である。具体的には、小売業と生活関連サービス業、娯楽業が各4、建設業と宿泊業、飲食サービス業が各3、宗教が 製造業、学術、開発研究機関、医療業、郵便局、地方公務が各一事業所となっている。全21事業所のうち20事業所が従業員4人以下の小規模事業所である。島内唯一の製造業者は、金属管を製造する島金属管製作所である。2015年の農林業センサスによると、農業集落、坂手に、 農林業経営体は存在しないが、畑が1ヘクタールある。島の土地は痩せており、だんだん畑が築かれている。トバイソベ漁業共同組合坂手支所坂手島は、1900年時点では、専業漁家が300個1640人、兼業漁家が3国人の純漁村であった。当時は、独立した坂手村であったが、後に、鳥橋となる地域で比較すると、 専業漁家数は個数、人数ともに最多であり、同年の漁獲口も最も多い52,459円で、漁船一層あたりの換算額も180.3円で、最高額であった。10年後の1910年の統計では、専業漁家数は242個で、答え、志村、鳥羽町に次いで3位に落ちているが、 全後に占める漁家の割合は86.3%と非常に高い値を示していた。当時の漁獲物はボーラ、コノシロ、スズキ、シーラ、イワシなど24種あり、一隻16人乗りのカツオ漁船が13隻も存在した。巨峰は刺し網、地引き網、コマセ網などの網漁、森田カジキマグロなどをつく森り漁、タイなどの一本釣り漁を行っていた。 1980年代には漁獲物を大阪方面へ売りに行く業商人もいた。しかし、鳥羽本土に近いことから本土への通勤者が増え、漁業は衰退していった。2013年の漁業センサスによると、逆手の漁業経営体数は16経営体であり、うち14経営体が沿岸漁業層で残る2経営体は中小漁業層に従事する。 漁業就業者数は17人で全員が自営漁家である。現代の坂手島の漁業は、ワカメ漁と一本釣り漁を特徴とし、伝統的に甘は存在しない。坂手で獲れるワカメは、坂手根と呼ばれる名物となっており、江戸川乱歩は、妻の実家である坂手島から送られてくるワカメを好み、蕎麦粉のワカメの若いのが全国でも最上級と、称えていた。 また味噌や醤油で味付けした味付けわかめという郷土料理がある。味付けわかめは一度乾燥させたわかめを水で戻し、味噌や醤油であえて、再度乾燥させたもので、ポリポリとした食感を楽しむ。大道本義に、スケ、カダ内空儀式町に、酒滝島とあり、故障は酒滝島であった。また、万葉集に登場する、つみ堤崎は、 坂手刀を指すものとされ、古代から存在が確認できる。志洋略紙によると、坂手の島民のほとんどは、賭場本土から渡ってきた人々が定住したという。坂手として記録されるのは、天英2年の二初代神宮菅主中心城が、書室で、神宮雑霊集には、勝海藻二金、雑海藻二金が、坂手ミクリアからの祭り物として記録されている。 このように当時の坂手島は、伊勢神宮の送り屋であったが、伊勢国、島国の境界付近に位置したことから、伊勢国渡来軍の所属とする資料と、島国投資軍の所属とする資料が混在しており、神大取賞では、どちらの軍にも記載している。これは、本土の泊り裏も同様である。近世には、島国投資軍をバマ組に属し、坂手村として、鳥羽藩の配下にあった。 村高は延長3年時点で75国余りであったが、天保号町と急行給料取調べ町では74国余りに減少している。高地面積が狭く、天保の大基金では、島民の半数近くが合死する大惨事となった。この経験から、島民は島の頂上付近まで開墾してだんだん畑を築き、畑に行くために、頭上運搬の習慣が生まれた。 幕末には、賭場城を守るために大規模な砲台と火薬庫が築かれた。町村制止工事、坂手村は単独村制を敷いた。1932年12月16日、本土の賭場町では、賭場港の集築工事を寄港し、これが完成すれば商工業が発展し、軍事上も重要な拠点となることが期待されていた。また、賭場電気工場が当時公共で、 工場の拡張により、鳥羽町の周辺村からも、労働力を募集していた。これを受け、鳥羽町は1933年9月16日に、鳥羽町に、逆手村と、鴨村を加えて、都市計画法の適用を申請し、1934年8月2日に、内務省は、鳥羽都市計画区域を決定した。都市計画そのものは、決定に至らなかったものの、賭場港を通した、 寮長村の発展への期待と、戦時体制下の中央統制の強化策の一環として、坂手村は1942年6月10日付で、鳥羽町に編入されることになった。編入後は、鳥羽町大技坂手となった。幕末の鳥羽藩は、日本への異国船来航が相次いだことを受け、藩主、稲垣町名の命で寮内に、多数の砲台を構築した。伊勢湾港、 トバコという要衝に位置した坂手島には丸山崎と他の先の2カ所に砲台が建設された。文久年間のことである。この内島の北西端にある他の先の砲台跡は坂手村砲台跡の名で1941年10月21日に三重県指定史跡に指定された。指定当時は三崎の都市土地を利用して周囲を掘り下げて築いた砲台跡の地形が はっきりと残っており、その後方には炎症像跡も確認できた。戦後間もない頃にはまだ砲台跡が維持されていたが、その後ホテルが建設されてその敷地の一部に取り込まれ、滅出した。古名は坂滝島で、酒滝や酒滝の字が当てられ、島々により近く、囲まれた便利なの意味があるという。これが変化して、坂手となり、坂手、 逆手になったと考えられる。逆手島の蕎麦本土に対面する側に、ネズミ畑という区画があり、蕎麦藩主直轄の菜園があった。その番人のゴンパチはついた地中立番をし、藩主は城から望遠鏡で菜園を眺めていた。ゴンパチは、この退屈な仕事を自分の着物を着せた藁人形に任せ、たびたび里へ降りて酒や博打に興じるようになった。 しばらくして、藩主の知るところになり、一度驚かしてやろうと思った、藩主は、藁人形を鉄砲で撃った。しかし藩主が撃った時に立っていたのは、藁人形ではなく、ゴンパチ本人であり、ゴンパチは死んでしまった。これ以降、ネズミ畑は、ゴンパチの悪霊のせいで何を植えても育たなくなったという、坂手島にある唯一の港、トバコとの距離は、 1> 約 1km 飛ば港の佐多浜三橋及び中野号三橋から市営定期船が就航しており8から12分で島に到着する2019年現在の1日の運航本数は坂手駅13便、飛ば駅13便で最終便は関東発着の船が寄港する形をとっている1992年時点では1日17便運航していた 坂手島の定期船待合所は木造平屋建てで2004年度に建設された運行経路注釈出展。ありがとうございます。